マジンモードいきます。じゃあどう入りましょう。こんにちは、石川カレンです。本日は私のお気に入りの邦画を紹介していきたいと思います。そうですね、普通に戻ります。もうちょっとやりますか。本日はですね、変な始まりでしたが、私のお気に入りの邦画を紹介していきたいと思います。イエーイ。これは演出のための小道具でございます。ちょっと並べておきます。あ、いいですね、なんかワンダーランドみたいな。はい、私のおすすめの映画なんですけど、日本の映画をご紹介したいなって思うんですけど、結構いろいろあるんですね。いろいろあるんですけど、1つ目、万引き家族。これ多分見たことある方も多いんじゃないかなって思うんですけど、あ、今回も書いてきました。いや、このタイトルを聞いて少しえっと思う方もいるかもしれないんですけど、タイトルの万引き家族っていうのは、家族のほぼ全員が万引きを日常的に行っている家族というストレートな意味を持っているそうです。そしてもう一つの意味としては、万引き括弧誘拐をされて集まった家族だということ。これは物語を見たらどういうことかよく分かってくるんですけど、家族ほとんど全員が万引きで集まったそして万引きでつながっている家族なんですね。で、この作品のあらすじを簡単に説明するのがすごく難しいんですけど、なんかこの作品を見終わった後に感じたことが、本当の正しさって何なんだろうなって私はすごく思って、調べたら結構いろいろ出てくるんですけど、私が言葉にしてまとめるにはすごく難しい内容だったんですけど、血のつながりとかそういうのが関係ないっていうか、いや関係なくはないんですけど、心を大事にしていきたいなって思った作品でした。すごくなんか別に万引きを正当化するつもりは全くないし、良くないことだし、万引きって絶対に良くないことだし、してはいけないことだしなんですけど、考えさせられた作品でした。ぜひ一度見てほしいです。私よくあのインタビューとかいろんな雑誌とかで、あの憧れの女優さんとかを聞かれた時に、安藤サクラさんと松岡茉優さんが大好きですっていうことを伝えてるんですね。憧れの女優さんがこの2人ですっていう風に伝えてるんですけど、このお二人が出演されてる映画でして、もちろん物語のストーリーそのものもすっごくいいんですけど、キャストの皆さんがお芝居をしてるっていう感じが全くなくて、本当にリアルで、だからこそ辛いし、だからこそ一概に否定できないし、かといって正当化もできないしっていう、なんか難しい作品だったなって思いました。だからこそ何回も見て、その見るたび見るたびにいろんな意味でその映画を捉えてるというか、もう本当に見てほしい、ぜひ見てほしいです。私たちの知らないところでそういう生活を送っている方ももしかしたらいるのかなって、なんかちょっと考えた作品でした。続いてのおすすめの映画は、恋は雨上がりのようにです。小松菜奈さんが主演の、そしてあの大泉洋さんも出演されているあの作品なんですけど、あらすじを簡単に言うと、怪我で陸上の夢を絶たれた女子高生、小松菜奈さん演じる女子高生が冴えない中年のファミレス店長、こちらが、大泉洋さんが演じるファミレス店長なんですけど、ファミレス店長への恋心を募らせていくという内容の作品なんですけど、普通のそういう私たちの年代が見るね、恋愛の物語とかって、学校一のイケメンと私がとか、こいつの美女と俺がとか、幼馴染がとか、そういう近い年代の方を好きになったりだとかすると思うんですけど、まあ、P と JK とかはあの警察を好きになったりとか、ちょっと年齢は違ったりとかしたんですけど、年齢の離れている恋愛の作品っていうのは私は初めて見て、いや私自身そんなに年を離れた方を好きになったことないというか、私も同い年の子しか好きになったことがないので、その年が離れている方を好きになるっていう恋愛を経験したことない分、すごく非日常的な恋愛に感じて、なんか起承転結がすごくもちろんしっかりしているので、非日常的ながらもすごくスッと内容が入ってきたし、このあらすじに書かれていた通りに、冴えない中年の店長って言われているように、言ってしまえばおじさんと女子高生の恋愛ってどうなのって思うかもしれないけど、純粋で爽やかで、見てて嫌な感じも全くないで、私がもしその主人公がアキラちゃんって言うんですけど、私がアキラちゃんのお友達だったとして、そしたら、え、そんな年上の方と付き合ってるのって思うのか、はたまたなんかそんな年上の方と付き合えて羨ましいなってなるのか、なんかどっちなんだろうなって疑問に思うの。
ですかね。どうなんですかね。なんかそれこそ非日常的だから全然想像ができないというか、だからなんかすごく面白かったです。あとあのエンドロールで作中のネタをこう回収していくんですけど、それがすごく面白いのでぜひエンドロールも見てください。そう、でも本当に終始なんか爽やかな恋愛でした。すごく特別キュンキュンするとか特別ハラハラドキドキするっていうことなく、なんかすごく気持ちよく爽やかに見られる映画でした。あとですね、サバイバルファミリー、ある日突然サバイバルが始まった。東京に暮らす平凡な一家、鈴木家、冴えないお父さん、天然なお母さん、無口な息子、スマホが全ての娘、一緒にいるのになんだかバラバラなありふれた家族。そんな鈴木家にある朝突然緊急事態発生。テレビや冷蔵庫、スマホにパソコンといった電化製品ばかりか、電車、自転車、ガス、水道、乾電池に至るまで電気を必要とするもの全てが完全にストップ。ただの停電かと思っていたけれど、どうもそうじゃない。次の日もその次の日も1週間経っても電気は戻らない。情報も断絶された中、突然現れた超不自由生活。そんな中、父が一世一代の大決断を下すというやつなんですけど、今の時代ってそれこそ今実際にそうですけど、部屋の電気をつけて、照明を置いて、カメラを置いて、携帯を見て私はお話しさせていただいてるわけですけど、これ全てがなくなってしまったら今この動画を見てくださってる皆さんとも出会えないわけですし、コミュニケーションも取れないわけですよ。で、私が生きているか死んでいるか、皆さんがどこにいるか誰なのかもわからないわけですよ。そう考えたら怖くないですか。それがある日突然始まってしまうんです、この物語は。でもなんか結構シリアスな感じの設定にも感じられるんですけど、ちょっとコメディタッチも含まれてる映画で、スポットライトを当てられてる鈴木家が本当に知り合いにいるんじゃないかなってレベルですごく身近に感じられる家族なんですね。思春期で家族とも喋りたくない、もうスマホがお友達だよみたいなお子さんがいらっしゃる家庭の、突然そういう出来事が起こるっていう物語なんですけど、でもその映画を見て、災害時いざとなったらこうこうこういうことをすればいいんだなって、ちょっといい意味で勉強になる映画でもあったので、映画を見たらついついメモを取りたくなるかもしれないです。不自由な生活の中で必死に生きようとするんですよ、みんな。当たり前ですけど、死にたくないし家族も大事だし自分も大事だし、自分が生きなきゃ家族もね、助けられないし支えられないしっていうので、全員で必死に生きようとしてる中で家族の絆も深まっていくんですよ。徐々にお話が進むにつれて家族の絆もどんどん深まっていくしっていう、すごく素敵な物語なので、まあ電気のない生活っていうのは今はなんかありがたいことにないですけど、あったらって考えたらゾッとしますしね。でもこの映画は多分見といて損はない気がします。すっごく面白いです。自分の生活、今の生活とこう重ねて、こうなったら自分だったらどうするのかなとかって考える、いいきっかけにもなるのかなって思います、うん、今こう何気なく送っている日々の大切さがすごく身に染みます。人とのつながりだったり、物のありがたみだったりとか、なんかもう本当にいろんなことに対してもっと感謝の気持ちを持ってなきゃいけないなとか、もっと大切にしなきゃいけないなっていうのをすごく強く感じると思います。続いてが君の目が問いかけているという作品です。瞳と書いて目って読むみたいですね。不慮の事故で視力と家族を失ったあかり、罪を犯しキックボクサーとしての未来を絶たれたルイ、二人は出会い恋に落ちる。暗闇だった人生に再び優しい光が差すような幸せな日々だが、彼らの出会いは決して偶然ではなかった。過去の事件の影が逃れられない宿命となって二人を吹き裂いていくっていうあらすじなんですけど、本当に出会いは運命的な出会いというか、なんか偶然の偶然の出会いかと思いきや、過去にとあるつながりがあったんですよ。そのつながりもいいつながりじゃなくって、そのあかりの人生を大きく変えてしまう出来事をルイが引き起こしていたんですよ。良くも悪くもっていう出会いのつながりで、それがあったからこそ出会えて一緒に入れてるっていうのもあるんですけど、それがなかったらまた別の幸せな人生があったのかなとか、一概にもそれがなかったら良かったのにとかって言えるものではないなっていう、なんて言ったらいいんだろう。でもなんか本当に痛いほど純愛です。本当にただただ幸せになってほしいなって思うっていうか、キュンキュンするとかときめくっていうよりほっこりするし、すごく心が温まるし、大切な人への大切な気持ちが強くなる作品かなって思いますね。そんな話ある？
っていうくらい偶然に偶然が重なったお話で、なんか終わり方すごく綺麗だから、見終わった後の物足りない感とか少し何か心残りがある感は全くなくって、すっきり見終われるお話かなって思います。なんか過去にいろんなことがあったとはいえ、今の生活の中で本当にどんな些細なことでも、どんな小さな幸せなことでも大切にして前を向いて生きていくルイとあかりの姿にすごくなんか胸を打たれたというか、サバイバルファミリーの時の感想じゃないですけど、本当に日々のいろいろなことに感謝して、いろんなことを大切にして生きていかなきゃなって本当に思いましたね。韓国ドラマももちろん大好きなんですけど、日本のお話ってやっぱりなんかその映画に対して親近感を覚える部分とかも結構あったりとか、自分に重ねやすかったりとかするので、日本の作品もとっても大好きで見てますね。なんだろうな、日本のドラマは結構見るんですけど、映画を私あんまり見る機会がなくって、でも最近見ることが増えてきたので、皆さんおすすめがあったら教えてください。あと最近見たのだと、夜を明かすほどの熱い愛っていう作品を見たんですけど、ハンカチやティッシュが足りない、もバスタオルが必要なお話でした。本当に皆さんいろいろあったら教えてください。なんか知的キャラがどっかに行ってしまいましたが、最後は知的キャラで終わろうと思います。はい、ということで今日も動画を最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。